セントルイス軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の北東部に位置する軍である。総面積では州内第1位であり、陸地面積ではミシシッピ川の東で第2位の軍である。2010年国勢調査での人口は20万226人であり、2000年の20万528人から0.2%減少した。軍庁所在地はダルス市であり、 でで人口最大の都市でもある主要産業はパルプ材製造と観光業である。アイアンレンジでは高品質鉄鉱石の露天掘りが重要な経済要素であり続けている。ボイスフォートとフォンデュラクのインディアン居留地の一部が軍域に入っている。セントルイス軍は1855年2月20日に土地軍として設立され。 1855年3月3日にはニュートン軍と解明された。当初の軍域はセントルイス川の東と南の領域であり、バーミリオン川の東、セントルイス川の北はスペリオル軍の一部だった。スペリオル軍がセントルイス軍と解明された。1856年3月1日、セントルイス軍がレーク軍となり、ニュートン軍がセントルイス軍と解明され、 東部地域も軍域に入った。西側は当時カールトン軍の大半も含んでいた、イタスカ軍の一部を編入することで大きくなった。1857年5月23日、カールトン軍がセントルイス軍とパイン軍の一部を合わせて設立されたことで、セントルイス軍は現在ある領域になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は6859.91平方マイルであり、このうち陸地6225.16平方マイル、水域は634.75平方マイルで、水域率は9.25%である。総面積では、州内第1位かつ、ミシシッピ川の東で第1位であり、陸地面積では、ミシシッピ川の東で第2位である。 セントルイス軍はその自然美で知られている。1975年に制定されたボエジャーズ国立公園が、軍北西宮にあり、レイニー湖の南岸、カナダのオンタリオ州に接しており、カヌー、カヤックなどの船遊びや釣り人に人気がある。1909年に制定されたスペリオル国立の森や、1978年に制定されたその中に、カナダアメリカ合衆国国境を含む、 バウンダリーウォーターカヌーエリア原生地も群内にある。この原生地は、広さが109万エーカーあり、釣り、キャンプ、ハイキング、カヌーに指定され、国内でも最大級に観光客の多い元気地になっている。群内には、レーニー湖、カベトガマ湖、生カン湖、サンドポイント湖、クレーン湖など500以上の湖がある。ローレンシア分水海のヒローブスリーウォーターズが、 ヒビング市のすぐ北にある。この丘に降る雨が三つの流域、すなわち北のハドソン湾、東のセントローレンス湾、南のメキシコ湾に流れていく。スペリオルコ湾にあるダルースは国内の淡水にある港として最大級に重要なものである。セントルイス郡はアイアンレンジに入っており、特にヒビング市ではタコナイトの工業が重要である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミネソタ州の全軍と同様、セントルイス軍は選挙で選ばれた無党派の軍政委員会によって収められている。通常は5人の委員会だが、セントルイス軍の場合は、ヘネピン軍やラムゼイ軍と共に7人の委員会である。委員は人口で当分に分けられた選挙区から選出されている。 軍政委員会は会合を主催する議長を誤選する。2007年、セントルイス軍は軍を二つに分割する案を検討したが廃案になった。セントルイス軍はこれまで州内でも最も民主党寄りの軍であり、1992年以降の州全体の選挙で共和党あるいは独立系の候補者が軍を制したことはない。民主党が 得票率50%を下回ったのは1998年州知事選挙のことであり、この時は改革党のジェシー・ベンチュラが州全体を制し、セントルイス軍でも24%を獲得した。1992年以降で共和党候補が軍の34%以上を獲得したのは1994年の州知事選挙であり、現職の独立系共和党知事が 州全体で60%以上を獲得して対象した時であり、この時はやはり独立系共和党の上院議員候補も州全体で49%を獲得して当選した。どちらもミネソタ州では稀なケースである。1994年より後で共和党候補がセントルイス軍で得た最高得票率は2010年の アメリカが衆国会議員選挙で、チップ・クラバークが36年間連続して会議員を務めていたジム・オバースターを破った時であり、39.7%だった。2004年の大統領選挙で、ジョージ・ W ・ブッシュが再選された時でも、セントルイス軍では33.6%に止まった。大統領選挙でも民主党は、過去20回連続して、セントルイス軍を制止できた。 共和党候補としてセントルイス軍を制したのは1928年のハーバート・フーバーが最後になっている。最近5回の選挙を見ても共和党候補者は34%以上を得ていない。ありがとうございます。